大丈夫かい？じゃーん！わー！家族構成は夫、私、凛太郎の3人です。全部買いたいよ。凛太郎はお友達が大好きで、いつも誰かと遊びたい、楽しく過ごしていたいっていう気持ちがすごくあると思います。最近はもう一日中ごっこ遊びをしているという状態で。どれがいいかな。これがいい。ウサギね。これリンちゃん、うん、これカッカカでいい。うん、いいよ。本当買う時にこれ音トトみたいだね、カカみたいだね、これリンちゃんかなっていうふうに想像しながら買ったりね。でウサギさんにしたの？ウサギにしたんだから、うん、ちょっと、うん、大好きなんだ。ウサギさんが大好きなの？うん、自分の家族のそれぞれの性格とか自分のしたこととかをウサギに当てはめて遊んでる姿がありました。例えば凛太郎はよく器悪いんですけど、キーンとか言って自分のお酒が弱っちゃったとか言って遊んでたりしてます。それを見て、あ、自分と家族と重ねて遊べてるなっていう。じゃあお人形さんを大事にしなきゃいけないよっていうことも教えるけれど、お皿割ってみたいな、ぐちゃぐちゃにしたいなっていう遊び方っていうのも否定するだけじゃなくて認めてあげたいなって。自分もお皿が割れた時にああって冷たく言ったりとか、どうしてそんなことするのって怒ったりとか、実際は言ってたけど、でも遊びの中ではじゃあ一緒に片付けようとか、危なかったねとか、自分自身もあこういう風に言えたらよかったよなとか感じるきっかけになる。りんちゃん、シルバニアファミリーでどんなことをして遊ぶのが好きですか？車と、お人形と、ガラスと。ガラス？ガラスバリーン？うん。ガラス